この部分だから。はいはい、文法の、説明。はい。はい。今あの歌ったのですね、あの文法のことは言いませんでしたけども、単数と複数ってありますね。単数は1のこと、それから複数は2以上のこと。で歌った時に例えば「ドゥ・ボテロイ・ペンダス・デラ・ムース」と、ムースはあのムーロ、壁のことですけどね、あの10からあの2まではボテロイ、ボテロイ、ボテロイ、最後の複数のイがつきましたね。ところが最後の1つの場合、あの1個の瓶の場合はウヌボテロ、複数でない単数だからイがつきません。それ気がつきましたかしら。あのドゥまではボテロイ、1になるとあのウヌボテロですね。これが文法のあのことですけどもね。で最後ゼロはね、もう複数でも単数でもない、ゼロはゼロですね。でボテロを使わずにオドーロ、オドーロっていうのはね、匂いですね。匂いだけが壁に残ってると、そういう歌でした。何か質問があったらまたね、いつでもお答えしますのでどうぞ。はい、質問。コップ一杯の水、コップ一杯の水って、水は数えられません。はい、水はそうですね、単数も複数もありませんね。でアクフォ、水のことアクフォと言うんですけど、コップ一杯の水、コップ茶碗じゃなくてコップですね。コップは、タソが茶碗、コップは何でしたっけ、カップのことは何でしたっけ、ちょっと頭あれして、カップ本当忘れました。なんて言うんでしたっけ、グラッソ、あ、そうそう、グラッソ、グラスですね、グラッソ、あの L の方ですよ、ローの方やなくて、ローの方。グラッソダアクボ、コップ一杯の水、グラッソダアクボ、そのアクボは水、でグラッソはグラスですね、水、コップ一杯の水。もしコップ二杯の水だったらグラッソイ、ここは複数になりますね、グラッソイダアクボ、アクボ。この水はね、複数単数、これはあのアクボイとか絶対なりませんね。水はその数えられませんから、あのウヌグラッソダアクボ、ドゥグラッソイダアクボ、トゥリグラッソイダアクボというふうに文法、わかりますね。 2,3,4,5 となるとイ、あの複数を表すイがつくんですね。あのアイウェオのイじゃなくてヤイウェヨのイですね。あの発音似てますけど、イとイとちょっとだけ違います。でもね、喋るときにはね、あんまり発音こだわらなくても、あの聞く人に分かればいいんですね。でも書くときにはあの間違いが残るから怖いですね。話すのはもう瞬間に消えるから楽ですけど、書いたものは残ると。そうなので喋るときはいいですけど、書くときにはあの注意しましょうね。はい、カップ2杯、カップ2杯の、お茶、紅茶。はい、カップ2杯、今度はグラッソじゃなくてカップ、カップはタッソと言いますね。あの茶碗のことタッソと言います、お茶碗。あのご飯茶碗でもタッソって言えるけど、まあ普通コーヒーカップとか紅茶入れるのもタッソですね。で、今の質問はカップ2杯の紅茶でした。はい、じゃあね、ドゥタッソイダテオ、ドゥタッソイダテオ、あの2杯ので、ただテオ、テオはあのお茶ですけども、あのその紅茶も含まれますね。でテオっていうのはもちろんさっきのアクボと一緒で複数にはできませんので、テオイにはなりませんね。ドゥタソイダテオ、ただね、あのテオ言ったらお茶だから、日本茶も紅茶も何茶ももう全部ね、コーヒー以外は全部お茶と、ウーロン茶何茶いっぱいあるから、それを詳しく言おうと思えば、さて、そうですね、紅茶の場合は、そうですね、私があの初心者の時に聞いた言葉ではブリータテオ、あのイギリスのお茶というようなね表現で紅茶のことを言うと習ったんですけどね、ブリータテオ。でもあの今はもう世界中にね紅茶広まってるから、そのブリータテオ、イギリスのお茶なんて言う人いませんよね。まあ、テオは何でも含むと、日本茶もその紅茶もあのウーロン茶も何茶も、とにかくお茶 の総称をテオというんですね。ただ詳しく言いたいとき、ウーロン茶とか、何茶、あのなんかいっぱいお茶の種類ありますね、そんな時にはなんか他のこういう名詞を使って、なんとかテオと言ったらいいと思いますけどね。
まあお茶は毎日飲むもんで美味しいし、はい、大好き、何茶でも私大好きです、はい、ここまで言ってしまったら、はい、飲み物は飲み物、トリンカーチョ、トリンキ、トリンキっていうのは飲むことですね。で、例えば私は水を飲みますというのは、ミートリンカスアクボン、アクボン、んがつくの分かりますね。何々をという目的格にはんをつける、ミートリンカスアクボン。で、質問忘れました、はい、食べ物は食べ物、マンジャージョ、マンジャスというのはね、食べます、マンジ、まあ、原型はマンジですけどね。例えば私は食べる、にマンチャス、アスをつけたら現在形ですね、にマンチャス。それで、食べ物という名詞にしようと思えば、マンジにね、アージョ、アージョというのは何々のものという意味になりますので、食べ物になるとマンジャージョ、マンジャージョ、その今言ったジャーとジョ似てますけど、ちょっと音が違うんです。でマンジャージョ、じゃの方はね、日本語で言ったら地に点々の感じですかね。で、最後のじょうは死に点々という感じですね。でも今日本語では地に点々というのはなくなりましたっけ？はい、だからこう言ったらいいんです。マンチャーショ、マンチャーショを濁らすとマンチャーショ、マンチャーショ、マンチャーショ。そうですね、それうまい表現ですね。地に点々と死に点々の違いがよく表れてますね。しかし情やったり情やったりが出てくる単語はそれほど多くない。たま一つの単語に両方出てくるのは今言ったマンチャー情ですね。年齢はどちら？はい、年齢はアージョ、チョ、地に点々の方の情ですね。アージョ、自分の年の場合はアージョですね。でそのものの場合にはアージョです、新点々の方ですね。で年の場合は地に点々、アージョ。はい、最初はまずやってでもいいから、とにかく口を動かしましょう。はい、いろいろやってみたらいい。はい、ご苦労様でした。はい、短期で、はい。